確認。新しい。おっと。 いつでも声をかけてくれ。 アドルさん、今日もガンガン働きますよ。 いつでもお待ちしてます。 それじゃあの。アドルさん、何でも申し付けてくださいね。任せてください。 いつでもお待ちしてます。お前か、取引の依頼か。そうか、取引の依頼か。そうか、ではな。はい、お使いですね。 アドルさん、いつでもお待ちしてます。 働きますよ。腕の見せ所ですね。 他にもいつでもお待ちしてます。
商品ばっかりでしょう。また来たよね。
だけど。さて、怪人の諸君、それでは僕の依頼を実行してもらうとしよう。え？だってホムンクルスは今あなたが全部。ここにあと一体残っているんだ。まさか、あなたもホムンクルスだっていうの？なあ、参ったよな。確かにこの監獄を視察で訪れたことはあったけど、シャトラールと言ったか。一体いつの間に作ったんだろうね。まあいいや、君と僕との仲だ、アドル。君に頼めるなら本望だ。ちょうど立ち会い人も取アドル君、私からも頼むよ。バーコスさん、どうして。そういえばマリウスさん。マルクス・クラウディア・ガルマニクス。彼はロムン帝国において子孫なる尊厳者と言うべき存在。恐れ多いことにその複製人間ということになる。そういうことか。どういうことなの。ロムン帝国の現皇帝、その複製人間ということです。え？でもそのお友達って、じゃあパーコスさんは。これまで黙っていてすまないね。私の本当の名はリンドハイム。元は教会の枢機卿だが、このグリアの総督を兼任している。行方不明だったはずの。リンドハイム枢機卿。やれやれ、おっさんもただものじゃねえと思ってたが。監獄を視察した時にあの方そっくりの彼を見かけてね。まさかと思い、囚人として入り込み調査をしていたんだ。まさかホムンクルスだったとはね。リンドハイム、最後まで迷惑をかけるね。乗りかかった船ですからな。あの方と同じ顔で頼まれ事をされてはかないません。それにここまで説明しないとアドル君も納得できないでしょう。脱獄後、僕はアドルを捕らえて再び監獄に戻った。どうやらシャトラールに操られていたみたいなんだ。同じように自害できないよう制御されているらしい。まあ僕は帝国騎士の端くれでもある。自害なんて最後はなるべく避けたいかな。アドル、改めて立ち会いを頼む。こんなことを頼めるのは君しかいない。あ、悪いね、君のお人よしにつけ入る形になってしまった。さあアドル、全力で受けてもらうぞ。
ドル。最後にいいかい、君は冒険で人々を、時には救い、時には導き、そして多くの謎を解き明かし、世界に少しずつ影響を与え始めている。そのことの意味を改めて、冒険に自身の答えを見出す時が来るだろう。それは必ずそうなるはずさ。その答えが出たら、いつかそれを本当の僕に見せてやってくれ。きっと世界の役に立つ。それから今回の件、どうやら黒幕がいる。一緒に過ごせたこと楽しかった。アドルさん。アドル君、ありがとう。ああ、知っているよ。彼も心からそう思っていたはずだ。彼が言い残したことがいつか実現できるといいね。さすがと言うべきか大した人物だったな。黒幕、ゾラの存在も見抜いていたみたいだね。あれが、あの人がロムン帝国の。パークスさんのことも驚きました。私たちそんなすごい人だって知らずに今まで。それは気にしないでおくれ。私の方こそ謝らないといけない。黙っていて本当にすまなかった。そんな今さらこんなことを言っても信じてもらえないかもしれないが、今回のことがきっかけとはいえ、君たちに会えてよかったと思っている。これで私も。いえ、の総督って聞いて驚きましたけど、ダンデリオンがあるのはパークスさんのおかげですし。それに総督なら立場上見届けていただいた方が良いかと。まあ、このままいてもらった方が便利かな。うるさい守備隊を牽制してもらえると助かるしな。まあ、ベルガーごときに遅れを取るつもりはねえが。わかった、このままダンデリオンにいさせてもらうよ。政務が滞っているから時折総督府に戻るかもしれないがね。ええ。だが本当にいいのかい？私はロムン寄りの人間なんだが。私は総督じゃなくてパークスさんにお願いしてるんです。わかった、肝に銘じておこう。
勝機だ。攻め込むぞ。チャージ完了だ。してますね。視界も悪くてちょっと。イミモリって名前にぴったりの警官ね。ビビリなお子ちゃまは外で待ってたらどうだ。何かあるぞ。大丈夫です。
皆さんと同じように見てはいますが、thank you.
クリムゾーン。ほらほら、やばっ。何かあるぞ。チャージ完了。
お役立て。まあ、いらっしゃい。アネモナ以外なら何でも売ってやるぞ。ああ、いつもすまんの。
敵だわ。お前か。ではな。はい。さて、君が選んだ数字はこれかな？となると、これかな？それじゃあ、この2枚。おお。時間をかければ誰でもできるさ。パークスでいられるうちに技術を習得できてよかった。さて、実はもう一つ君に話したいことがあった。改めて君に感謝。パークスとして変わらず受け入れてくれてありがとう。枢機卿という立場では得られない。それに友人を救ってくれたこと心より感謝している。アドル君には迷惑な話かもしれないが、バルドゥークがどうなるかは私もどう。
何かあるみたいだね。一息つこうか。父さん、ジュールたちか。よくこの場所が分かったな。どうした？もしかして私に何か用事か？その今さら会いにくいのは分かるけどさ、ああなると母さんはきっと探し回ると思う。そうか、見られてしまったか。うっかりしていたな。あのスミノフさんはどうしてここに？ん？ああ、この碑文に昔流行した病気に関する記録、それを調べるために来たのだ。それってジュール君を治すためですよね？ま、バレているとは思っていたが、いい機会かもしれないな。やはり話しておくとしよう。ジュール、少し長くなるぞ。最初は君たちホムンクルスの存在すら、ある日戦災孤児を里子として引き取る制度があることを知ってね。ジュール、君とはそこで初めて出会ったんだ。戦災孤児って？アプリディス君が幼い君たちの面倒を見るのが難しくなってね、苦肉の策として君たちを戦災孤児として登録したそうだ。そうだったんですね。とにかくその制度を通じて私たちはジュールと出会った。子をなすことができない母さんは特に大喜びだったよ。母さんが？ああ、だからこそだと思う。そこから君と過ごした月日は私たちの人生で、そして君が発病した時、泣き崩れる母さんを見て私は誓った。私が必ず君を治してみせると。と、ある日必死に治療法を探す私に一人の男が近づいてきた。それが錬金術師のゾラ殿だった。お父さん、彼は正体を明かし錬金術の研究を手伝うよう声を。そしてその時に、君がホムンクルスであること、研究を手伝えば病気の解明につながる可能性があることを知った。そうだったの。でもどうして家を離れ。君の病気は君の元となった英雄がもともと患っていた。だから彼の体がある場所なら君の病気を解明できると思った。それにゾラ殿は用心深い人物だ。監獄から一切外へ出ないことが研究を手伝う条件だったんだ。そんな。ジュール、君のせいではない。病気は誰のせいでもないんだ。ただ黙っていなくなったことは本当に申し訳ないと思っている。ジュール君、君も言いたいことを言えばいいと思うよ。君にはそれを言える相手がいる。ユファさん。父さん、本当はたくさん文句を言ってやろうと思ってたのに、
殴ってやろうと思ってたのに。そんなことできるわけないじゃないか。ジュール。ありがとう。僕を引き取ってくれて。それ、僕を治そうとしてくれて。本当にありがとう。ジュール君。医者として楽観的なことを言うつもりはない。だが、君の病気のことは少しずつ分かってきているんだ。治療法が見つかる可能性はある。お前に生きてほしいんだ。父さん。ま、一件落着で何よりだぜ。それで、あんたが手伝った研究ってのは結局何なんだ？私が手伝ったのは、人の魂に記録された存在を錬成することだ。アドル君の記憶から古代種や魔物を錬成したようにね。彼の研究はそこからさらに先にあるようなのだが。さらに先だと？スミノフさんはシャトラールさんの協力者かと思っていました。監獄に優秀な人間を集めていた件か。あれはゾラ殿がシャトラール団長を利用していたに過ぎない。もともと優秀な人間たちを欲していたのはゾラ殿自身だ。だが彼はもう監獄にはめったに姿を現さなくてね。それらを使って何を目指しているのかまでは。どうせろくなことじゃないわ。シャトラール団長への処置を見るとゾラ殿は容赦のない方ではある。だが単純に邪悪なのかと聞かれたら、それは私にはわからない。どちらかというととても純粋な人間のような気もするな。そういう人間の方が立ち悪いって可能。まあそれは確かに。怪人諸君、私も君たちに随分と迷惑をかけてしまった。本当にすまない。せめてもの償いにと思いアプリだが、これで許されたなどとは私も思っていない。父さん。ジュール、母さんのところへはそのうち顔を出すと約束しよう。病気の体で頑張っている息子に負けぬよう私もあがいてみせるさ。お互いに悔いのないように生きようじゃないか。赤の王、いやアドル君、ゾラ殿は特に君にご執心のようだ。私が言うのもなんだが、くれぐれも気をつけてくれ。さて、さすがに私も一旦戻らない。申し訳ないが。その、父さん。ああ、ジュール君、ちゃんと話せてよかったでしょ。まあね。そのみんなもありがとう。ううん、本当によかったです。スミノフさんもいい人でよかった。私も参考になりました。やれやれ、用が済んだなら。
上出来だわ。ありませんよ。今時の若い子はこっちのフリルが好みだと思う。さっきからあれこれとうるさいの。そんなに言うならお前さんがやったらどうなんじゃ。あら、私は口を出しますけど。さん、はい。先ほどのおじい様たちのやりとり、あれを見てまた一つ昔のこと。はい、ロスビータ、アプリリスさんと過ごした時の話です。どう、アネモナ。どうとは？その服がどうかいたしましたか？服よ。私が一生懸命作ったの。あなたへのプレゼントよ。プレゼントでは、私は何をお返しすればよろしい？お返しは何もいらないから、ただ私のお友達になってほしいの。すでにそうするようお父様に言われておりますが。だからそうじゃなくて、なんでよ。どうしてそんなことしたの？随分と古かったから新しい体に変えようとしたんだ。まさか魂が定着せずに消滅するなど思いもやらなかった。だからって古い体を処分しなくたっていいじゃない。ん？何をそこまで怒っているのだ。私が小さい頃から一緒に、私にとってたった一人の友達だったのに。まさかとは思ったが、時を経てこの世また一緒にと思ったが、そなたにも今の生活があるようだ。残念だが巻き込むわけにはいくまい。アネモナ、またいつか会おう。そういうことだったのね。それに小さい頃のアプリリスさんって、なんだか新鮮ですね。アネモナちゃん笑ってる？え？ああ。なるほど、どうやら人形も笑うことがあるようです。アネモナさん、じゃあ探し物は結局アプリリスさんだったってこと？そうですね。でも今探したいのはグリムワルドを終わらせる方法で、あの人は一人ずっと、もう二度。ああ、アドルさん、それにしても錬金、僕たちが言うのもなんだけど、ちょっと彼の最後の研究が何。はい。